ズのアートドアミュージック。トゥ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 。あー、皆さんご無沙汰してます。横浜ケズのアウトドアミュージックシーズン2始めたいと思います。イエー。横浜ケ1号です。横浜ケ2号です。横浜ケ3号です。横浜ケ4号です。横浜ケ X。 横分け X を呼びまして、一番に一曲、カバーを自分たちのすごい好きな曲とか思い入れのある曲とか。そうですね、うん、いや、喋り方普通でもいいよ、俺だけやるから。この喋り方で発言が減るようだったら普通でもいいから発言をして総合的に判断してね。そうなんです、うん、はい、横分け X の音楽研究所。バイバイバイ。東京渋谷にあります代々木公園から、代々木公園、ようやく来ましたね。暑い。本当に横分けずはね、こう天気に恵まれるというかね。そうなの。昨日と一昨日、雨。あ、そう、大雨降ったり。台風が来たからね、こうぐーっと上がってきたから。そのままね、もう台風来ちゃえばいいのにと思ったの。あ、うまい。だけど今日はもう太陽がね、ずっと目合ってますからね、今日は。初なので、横分け X の紹介というか、ね、X なのに紹介っていうのもあれ。なんかその謎なとこが良かったのに、ね、紹介しちゃうのかでいける。そうか、じゃあ4号からちょっとどういう先輩なのか。まあ、なるほど。マブダチです。何個違いだっけ。まあ1から5の間ですね。パイセンパイセン。かばってはないんですよ、だから。え、先輩って言ってますけど、うん、まあ知らないっていうか、学生生活は。そうそうです、そうです。あの、全然一緒になってないです。まあどっちかっていうのはもう後輩っていうか友達ですね、これ。そうそうそう、マブです。2号3号はどうなの。坂瀬川さんとの思い出はないの。私やっぱバンドかな。 X が昔からの姿でやってた。それだ。バンドを見て一緒に、サンゴと一緒に、うん、あ、そうだ見てたんだ、うん、あの、和紙山のライブハウスの。おー、どうぞどうぞ。ピー入れたよ、ピー。対バンしたんだよ。対バンした、対バンした。そう、対バンしたんです、なんかね。で、そのきっかけにこうで、結構こう近づいた感じ。で、この人ほら、なんかもうめちゃくちゃ喋りかけてくるから。だからね、やっぱ、あれですよ、人見知りと人見知りがぶつかれば。そう、だからね、プラスになる、マイナスになる、マイナス。そう、距離感を間違えないんだよね、僕らね。サンゴとかもそうでしょ。そう、そういうタイプだから。あ、そう。うん、なるほどね。日本人の悪いとこ出てるね。あ、いちご、今日声出てますね。出てる？素晴らしいですよ。新しいね、ボイストレーニングというか。すごいな。顔の意欲。顔の運動を始めたの。まだやりますか。あ、やる？あれすごいよ。あのね、パオっていうね。どうやってやって。パオ、パオ知ってる人。ここ加えて、ここ羽になってんの。知ってる、知ってる。あ、道具？うん。そう。口に加えて、あの、歯でこう加えちゃいけないのね。SM じゃないよ。あ、そう、あのね、顔はね、SM の顔になる。SM の顔にはなるのか。あの、鏡見ると。で、この顔で。うわ、やばいやばいやばい。やられてるやられてる。小顔のやつだよね。そうなの。パオ、パオ、パオ、パオ。パオ、パオ、夜サラダの次はパオだよ。この辺から痩せていかないと。なるほどなるほど。意識改革。素晴らしいですね。じゃあ1曲目いきましょう。音楽研究所ということで、1回につき1曲、一緒にカバー曲を演奏するわけですが、1回目の今日は何を何しようかなと。まあ、我々といえばデュランデュランなんですけどもね。デュランデュランじゃないでしたっけ。はい、ではじゃあビートルズということで、じゃあビートルズどうしようか、初期から。そうですね、やっぱ最初の大ヒット曲をやっぱちょっとさらっとかないとやっぱ ね、 いいね、進めないんじゃないかと。そうだね、いいね、確かに。Please Please Me はアルバムから聴いた人。もちろん。で、まだその時生きてました、うちのばあさん。あ、ばあさんにですね、まあ、土下座まがいのことしました、ね、あ、頼む、金くださいっつって。うちのね、ばあさんが三味線の先生してたもんで。あ、音楽つながりか。そう、音楽で理解があったんです。だから、じゃあいいよっつって1万円くれて、それでビートルズのファースト、セカンド、サード、4枚目までビートルズ4セルまで一気に買ったんです。やっぱね、聴いていくと知らない曲もいっぱいあるんだけど、Please Please Me、今回やろうとしてる、Please Please Me、これは幼心にも、あ、これ知ってるビートルズの曲だったんだと、ここで感動を覚えるわけですよ。ビートルズといえばこの曲って私は思っちゃうんだけど、で、今回やるってことで、よくよく聴いたら、これはリードボーカル、あれじゃなかったんだとか、これじゃなかったんだとか、ね、あるある、あるあるある。そういう
発見もあり。そうなんです。よくよくだから、まあ、まだ楽しめるっていうことですよね。そうなんですよ。噛めば噛むほどというね。いややばいっす。もう病気です。でもみんなしらけてんの、俺と二人で喋ってると。いや実は心の中でふつふつと湧き上がってますよ。じゃあ俺ジョンやっていい？はい。じゃあポール。はい。上の方で。はい。オッケー。はい。ブーブー、最初の音気をつけて。あの、はい、ビビらないで、いきなり思いっきり言ってね。行くよ。行くよ。はい。ビートルズ行きますか。行きましょう、ね、初期をやったんで次回は中期、はい、で3回目は後期、あ X に選んでもらって、それで進めたいと思います。さあ、じゃあ最後に我々のオリジナルを聞いてください。行きましょう。横分けずで横分けピーポー。じゃあね、バイバイ。うつめに愛を分かち合い、分け目を正しく、いつも人に優しく、ゴミや電車でお年寄りに座席を譲ります。Bye.
とに会えたら君と二人分かち合いたいんだ。イエーイ横分けピーポー笑いながら揺いたがって演奏 We wanna rock 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 to say 僕らは横分けずのアートとはミュージック。トゥ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 。